こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです、今日はこちらですね、全身のむくみ疲れを、ケアする方法をご紹介したいと思います。全身のむくみだったり、疲れだったりというのは、体液ですね、体液循環を促して、老廃物を、リンパ管もしくは、まあ、血管の方に回収させるっていうことをすることで、どんどんむくみだったりあと疲れだったりっていうのが解消していきますので、気になる方はぜひやってみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。まず横になってください。で横になっていただいて、こういうふうにケアする側の方の手をこうやって横に肘を曲げて横に置いてください。で反対の手でほっぺたに触れてください。でほっぺたに触れて深呼吸、吸って吐いてふう、吸って吐いてふう。でこの触れたままですね、触れたままの状態でこの曲げてる手をグッパーグッパーグッパーして、キラキラキラというふうに横揺れですね、グッパーグッパーと横揺れをグッパーグッパーキラキラグッパグッパキラキラとしてください。で終わったら次にほっぺたの手を首に触れます。首に触れて同じく深呼吸、吸って吐いてふう、吸って吐いてふう。でまたこちらの方をグッパグッパグッパキラキラキラグッパグッパキラキラ。で胸ですね、胸に触れて深呼吸、吸って吐いてふう、吸って吐いてふう。でグッパグッパグッパキラ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 ですね。でこれの3つです。で胸が終わったらもう1回ほっぺたにやって、深呼吸グッパーキラキラで首触れて深呼吸グッパーキラキラで胸に触れて深呼吸グッパーキラキラで3セット目、触れてグッパーキラキラ、首に触れてグッパーキラキラで胸に触れて深呼吸してグッパーキラキラという具合で3セットですね。3セット、するようにしてみてください。それを組むことによって、筋肉が直接緩んで循環が良くなることと、あと皮膚ですね、皮膚に触れて動かすことによって、毛細です、末梢の毛細リンパ管というところの弁が開いて、回収です、老廃物の回収の能力が上がっていきますので、それでむくみや疲れというのが解消する方法になりますので、気になる方はぜひやってみてください。はい、以上です。ありがとうございました。